今回は銀玉好きなら絶対に共感できる、銀玉あるあるを紹介していくぜ。今回はあるあるをたくさん紹介していきたいから、テンポよくバンバン紹介していくぜ。みんなも、ああ、これはわかるなーとか、これは真似してしまったなーなんて、銀玉と成長してきた記憶を呼び覚ましてみてほしいわ。なお、原作の内容にも少し触れていくので、少しだけネタバレ注意だぜ。それじゃあ、行くぜ。まずは定番中の定番あるある、銀玉流ツッコミの真似をしてしまい、黒歴史を清算してしまうだ。うわぁ、これはいきなり胸が痛い視聴者さんも多いんじゃないの？安心してくれ、これは銀玉ガチファンならみんな通る道だぜ。銀玉の魅力といえば、癖揃いなキャラに、的確に繰り出されるツッコミだぜ。〇〇だろうがあー、とか、おいー、のようなものすごい勢いと、ファンからしたらすぐに銀玉武士だと感知できる、主に志村新八が使用するツッコミが有名だが、そのツッコミを日常生活でも使用してしまい、銀玉を見たことない友人から少し惹かれてしまった。なんて過去を持っている人は意外に多いと思うぜ。もうやめてあげて、忘れたい過去を掘り返さないで。そうだな。この辺にしておこう。次のあるあるは、土方スペシャル、富士銀時丼を食べてみたくて作ったことがある。これは、あるある、なのか？真の銀玉ファンの中ではあるあるなんだぜ。わからない視聴者さんのために一応説明すると、土方スペシャルとは、大人気キャラである土方藤四郎の好物で、白ご飯の上にマヨネーズのみが大量にかかっている丼物なんだぜ。ごめん、私は想像するだけで吐き気が。それは大体の人がそうだと思うぜ。実際に土方の部下である沖田からは、犬の餌と言われる始末だからな。でも極度のマヨラーの人なら、銀玉ファンじゃなくても食べている人がいそうよね。まあ、かなり体に悪いだろうから、絶対おすすめはしないぜ。そして、富士銀時丼は主人公の坂田銀時の大好物で、こちらも土方スペシャル同様、白ご飯の上に大量のあんこが乗った丼物なんだぜ。個人的にはこっちの方がまだ食べられそうな気はするぜ。確かに、おはぎとかを想像したらなんとなく味がわかるもんね。そうだろ？話は戻るが、銀玉ガチ勢はこの、犬の餌とも呼ばれるような丼を食したことがある人も少なくなく、特に、銀時や土方に恋をしているファンが、愛するキャラの好物を食べてみたいという思いから、この丼に挑戦してみたという人も多く、銀時や土方の誕生日になると、たまにツイッターなどの SNS で、犬の餌が確認できることがあるみたいだぜ。愛とは奥深いものなのね。そうみたいだな。さあ、まだまだどんどん発表していくぜ。次のあるあるは、結局のところ誰がメインヒロインなのかわからない、だぜ。一番の女性主要キャラといえばカグラちゃんよね。でも、ヒロインって感じではなさそう。確かにそうだな。それにカグラは14歳だから、金時が手を出してしまったら完全にアウトな年齢だぜ。カグラちゃん、14歳にしては貫禄ありまくりよね。最も有力な候補としては、新八の姉であるおたえさんとも言われているが、おたえさんには近藤勲という鉄の壁があるし、他の候補としては、銀時にぞっこんなサルトビアヤメ、ちょくちょく銀時との雰囲気がいい感じになるつくよ。ダークホースなキャサリンなどが挙げられるぜ。いやいや、キャサリンはダークホースすぎるでしょ。というか、そもそも銀玉にヒロインなんて存在しないんじゃない？それを言われると元も子もないんだが、だけど、おたえ、サルトビ、つくよの3人に関しては、作中で銀時と甘い雰囲気を出していたシーンが描写されているぜ。銀さんはなんだかんだ優しくて強い男だもん。惚れてしまっても仕方ないわ。次のあるあるは、親の前で将軍が登場した瞬間にチャンネルを変える、だぜ。あ、これはかなり共感できるわ。銀玉といえば、いきなりの下ネタで親と気まずい感じになってしまうことが多々あるが、将軍登場回は高確率、いや、ほぼ 100% で下ネタが炸裂する回で、ある意味、下ネタ予告をしてくれてありがたいレベルなんだぜ。特にアニメ第217話、2度あることは3度あるわ。銀玉の女性キャラが大集合する話の構成であること、舞台がプールであることから、とんでもない下ネタ回になると予想され、案の定、親の前で見られる内容ではなかったぜ。その他にも、将軍が出るイコール死にのついたブリーフと局部のモザイクが出ることは確定されていて、急いでチャンネルを変えてしまった記憶があるわ。何気にこれは一番共感できるあるあるだったのかもしれないな。他にもみんなを共感させるあるあるがあるはずよ。そうだな。じゃあこれなんかはどうだ？社会のテストで偉人の名前を銀玉のキャラ名で書いてしまう。これなんかもなかなか共感がもらえそうね。ああ、銀玉に登場するキャラは、日本の偉人がモチーフにされていることが多く、主人公の坂田銀時は、有名な童話である金太郎と同一人物とされる、坂田の金時がモデルで、その他にも、志村新八は長倉新八、土方藤四郎は土方歳三、桂小太郎は桂小五郎と、テストで間違い不可避の名前のキャラが多数登場するんだ。
その中でも、堀田宗吾と堀田宗次、坂本辰馬と坂本龍馬が特に間違いやすいと言われているぜ。新選組と新選組、それに徳川家関係もかなりややこしいわよね。だが逆に考えると、歴史上の人物を覚えるときに、あ、この名前は銀魂のキャラにもいたな、とか、好きなキャラを一文字変えるだけだ、など、覚えやすくなるというメリットがあり、銀魂のおかげで歴史に興味が湧いたという人も少なくないと思うぜ。確かに、特に新選組関係のキャラは全員が新選組の人物をモチーフにされていて、まとめて覚えることができるわね。近藤は隊長、土方は副隊長のように、しっかりと隊での立ち位置まで反映されているんだぜ。空知先生は歴史好きなのかしら？これだけの知識を有していて好きじゃないことはないと思うぜ。また、知識つながりで言うと、銀魂では時事ネタのパロディーが多く見られる。そのおかげで、流行っているニュースに詳しくなり、興味を持てるというのもちょっとしたあるあるだと思うぜ。蓮舫さんに野々村さん、その他にも被害を受けた著名人は数えきれないわよね。そうだな。さて、ここからは上級者向けのあるあるを紹介していくぜ。視聴者のみんなはついてこれるかしら？まずはこれ、初期設定が忘れられがち。いやいや、これはさすがにないわよ。空知先生は日本を代表する漫画家なのよ。まだまだ甘いな。画面の向こうの銀魂ガチファンはうなずいていると思うぜ。例えばどんな設定が忘れられたというの？まずは坂田銀時。初めの頃はゴーグルをつけていたが、物語の途中から銀時からゴーグルは消えていたぜ。あ、そういえば身につけていたわね。なんなら当初はゴーグルがトレードマークになりそうな雰囲気すらあったわよね。実はみんなも忘れがちなんだぜ。だが、このことについてはスケットダンスとのコラボでいじられていて、途中からゴーグルを描くのが面倒になったと、銀時の口から語られているぜ。じゃあ忘れられているというわけではなかったってことね。ああ、まあこれに関しては、空知先生が忘れているというよりかは、読者が忘れていたの方がしっくりくるぜ。その他には、カグラたち、ヤト族は太陽が苦手、という設定も忘れられることが多く、初期のカグラは太陽の日差しを防ぐために日傘を欠かさずに使用していたが、話が進み、戦闘描写や他のキャラと絡むことが多くなるにつれ傘を差さないようになり、終盤での傘の役割はもはや武器でしかなかったぜ。アニメ第297話、別れの挨拶は簡潔に、では、堀田の悪巧みにより日光を浴びせられて弱っていく様子が描かれていて、完全に忘れられた設定というわけではないんだが、これも、毎回カグラの片手を傘で塞いでしまうのは色々と面倒、という制作者側の理由があるのかもしれないぜ。確かにそれも忘れていたわね。傘からは銃弾が発射されたりして、完全に武器としての認識でしかなかったわ。他にも、お体は道場を復興させようとしているや、地球はアマントに支配されているなど、要所要所で思い出したかのように取り上げられるが、基本的には忘れられている設定が意外とたくさんあるんだぜ。よくよく考えれば、設定である江戸館も話が進むにつれて近未来的になりすぎているし、山崎もバドミントンキャラだったわよね。こうして少し思い出すだけでも、多くの忘れられた設定が出てくるんだぜ。他にもこの設定も忘れられてるよ。ってものがあればぜひコメントで教えてほしいわね。次のあるあるは、回収されなかった伏線などが気になる、だぜ。これはどんなものがあるの？一番多くの謎が残っているのはアルタナについてで、アルタナ変異体は自然に生まれるものなのか、ウクロは具体的にどのようにして誕生したのか、などの小難しいことが謎のままだぜ。その他にも、マタコが抱えていた赤ちゃんの正体や、坂田銀時の養親や出生についても触れられておらず、真実を知りたいというファンも少なくないぜ。アルタナについては話をややこしくしすぎないために、あえて謎のままにしている感じがあるわよね。あまり丁寧に書きすぎても話がダラダラ長くなりすぎそうだし、霊夢の言う通りだと思うぜ。それと同じで、銀時の出生もあえて書かれなかったという話もあるぜ。でも、またこと謎の赤ちゃんがあれからどうなっていくのかはかなり気になるところよね。あの子は本当に高杉の生まれ変わりなのかしら？個人的に生まれ変わりで間違いはないと思っているし、そうであってほしいぜ。そうでないと騎兵隊が救われないし、何より高杉とまた子には幸せになってほしいぜ。でも、高杉とまたこのアフターストーリーが書かれる機会はそうなさそうだから、これも迷宮入りなんだろうね。まあ、希望は捨てないでおこうぜ。最後のあるあるは超上級者向け、空知先生の読み切りは癖が強すぎる、だぜ。空知先生の銀魂以外の漫画を読んだことはないわ。確かに超上級者向けね。でもどんな読み切りを描いていたの？まずはコミック1巻に掲載された、ダンデライオン。これは天使である丹波哲夫、黒金美咲が、未練に引きずられ、現世を離れられなくなった霊たちをあの世に返していくというのが簡単なあらすじで、自爆霊たちは基本逃げ回るため、それをママチャリなどで追いかける様子が描かれているぜ。この作品は銀魂と同様、ギャグが中心に物語が進むのだが、
銀魂とはまた違った独特すぎる展開や雰囲気が終始続くぜ。しかし、ファンからの人気は意外にも高く、空知先生もこの作品は気に入っていると発言していたぜ。侍たちを描く銀魂とは全く違う設定ね。アニだけどブリーチを思い浮かべてしまったわ。ああ、でもそこまでシリアスな感じではなく、本当に片手まで読むのがちょうどいいくらいのシュールさなんだぜ。そしてコミック24巻では、13という読み切りが掲載され、簡単なあらすじは、ゴルゴイザヨという、名門殺し屋一家の娘に恋をしていた藤枝モンドという少年が、一世一代の告白でイザヨにゲロをかけてしまい、イザヨから、ゴルゴ家の名にかけて、必ずお前を殺す、と宣言されてしまう。そんな出来事から藤枝はぐれてしまい、高校では、13代目総長、カッコ13と呼ばれていた。そんな時、同じ高校に初恋の相手であるイザヨが転校してきてしまい、殺害宣言をされた藤枝とイザヨの物語が進み始める、というものだぜ。こちらも設定の癖がすごいが、読んでみるとしっかりと感動できて、銀魂とはまた違った面白さを味わうことができる作品なんだぜ。空知先生はいろんなテイストの漫画を描けるのね。白黒や、ワンカラさんが通るという読み切りもあり、どれもかなり癖が強い作品になっているぜ。今回はここまで。この他にもみんなが思う銀魂あるあるがあれば、どんどん教えてほしいぜ。あと、個人的にどの読み切りが好きかも気になるぜ。チャンネル登録といいねもよろしくね。それではご視聴。ありがとうキビウンコー。